はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、リトマスです。ということで、バイオハザード、続きをプレイしていきまーす。前回何したんだっけ？またね、日を明けちゃったんですよ。前回レベッカたちをここに連れてきたんだっけ？もうね、それさえも忘れちゃったんだけど、今回は館の鍵、これですね。レベッカと、あとこの寝てる人が、もともといた部屋あったじゃん。あの部屋の近くに館の鍵を使える部屋がいくつかあったと思うので、今回はそちらを探索したいと思います。ここのゾンビは殺したんだっけ？ここは殺してますね。はい、ここにいたゾンビは殺しました。で、この右側のこの扉が、ここがレベッカたちがいた部屋で、で、こっちの奥に、おお、びっくりしたここ、もう、やだ。ここちょっと扉大きくて、大事そうなんで、ここ行こう。もう、やだ。おお、コントローラーブルブル。鎧ピクピク。なんなんこれ。こいつらは動かないよね。いやー、なんかこんなエリア昔も見たことある気がするけど、ちょっと格子があって手が届かないか。眠りを妨げるものに制裁を、スイッチがある、押しますか。はい。ちょっと、もう押せない、もう押せない、もう押せない。一旦出よう、一旦出よう。毒ガス、もう結構直で来るダメージやんこれ。で、ここのゾンビはノーマルゾンビだね。足音の速さが、いや焦ったわ。オッケー、毒ガスは消えてます。大抵ね、出入りすればいいんだけど。眠れる重視ね、はいはい。眠れる重視、眠れる重視で、眠れる重視と、ん、今押せたな、押せる。おー、はい、ガシャンと。で、こっち押すと、どういう仕掛けこれ。こいつを押すと、わあこいつを押すと、はあはあはあ。で、こいつを押すと向こうのも引っ込むんでしょ。はあ、ああ。で、これでスイッチを押すと、はい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 、そういうことね。で、これを取って鎧が動き出すということはないかな。奇妙な箱が置かれてる。宝石箱を取りますか。はい、取りました。動きはしないみたいだね。じゃあ行こうか。さて、ということで、ゾンビが結構自由に扉から出てきちゃうので、そこを注意しようかな。こっちでいいんだっけ。こっち行きましょう。で、この先がノブの癖がすごいところだと思う。おお、そうだね、ノブの癖がすごい。で、こっちかな。あ、ここにも鍵を使えますね。ガンガン入っていって攻略しましょう。おお、鹿でした。さて、
赤いハーブがあるけども、アイテムボックスがちょっとあれなんで、そういえば宝石箱調べてなかったな。スイッチがある、押しますか。はい、特に反応はない。は？いや、まず何がスイッチなのこれ。太陽と月の模様が描かれてますね。太陽が輝くとき我は目覚めん。太陽の方が、あのハートだね、ハート、ハートを、あ、そういうこと。この4方向のこのハートとかの模様がスイッチだから、これを押すと、うわ、中に仮面が入っていた。デスマスク、気持ち悪い。デスマスクだ。目と鼻と口が封じられている。目と鼻と口、そういえばなんかそんなのもだいぶ序盤にあった気がするけど、目と鼻と口が封じられた仮面で、この赤ハブちょっと取っておこうか。これね、これはこのまま保存しておきましょう。壁に引っかいた傷が残っている。腐ったやつらの仕業ではないようだ。あー、ゾンビの仕業じゃないってことは、ゾンビじゃないやつが今後来るっていうことかな。ちょっとね、めちゃめちゃお腹痛くなってきちゃった。ごめん、ちょっとトイレ行ってくるわ。はい、戻りました。ということで、腐ったやつらの仕業ではないようだ。はい、やりましょうか。とりあえずこっち行くか。あ、入れちゃうのね。はい、ガシャンと。お、なんだこのアングル、キモ、くらくら、いやー、こわ、デスマスク、こわ。あー、てか体力黄色だな。いやー、それにしてもクリスもあの毒ガスで体力減らされてるし、俺は俺で飛び出してきたゾンビのせいで産地がピンチなんでね。いやー、ちょっとあんまり長くはやりたくないな。お、なんかある、グリーンハーブか。これどうしよっかな。これ取っとこっか。これを取っておいて、他には特に何もないようだ。インクリボンと、あとね、ちょっとこれが気になるね。これじゃない。これこれ。ファーストエイド、応急処置。はい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 。これも多分回復アイテムでしょうけど、今グリーンハブ取っちゃったんで、行こっか。ガシャッと。いやー、もう今日やめたい。古びた鍵を使えば開けることができそう。古びた鍵を、じゃあ使いましょう。使ってこれ調合しちゃおっか。ちょっと賢いな、やり方が賢くねえか。はい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 、調合したハーブ、これすごいんだよね。グリーンとレッドのハーブを調合したものだ。回復力がやばいね。一回なんかあのファーストエイド取ってこようかな。インクリボンもあんだよね。いっか、こっち行ってからでいっか。こっち行って、こっちに敵が行ったら、いや、こっちの扉ちょっとキモいぞ、開き方が。いやー、なんかやばそう。おお、やばそう。釣り針？何これ、何に使うの。取っちゃうけど、いろんな釣り針が置いてる。はいはい、ある研究員の衣装。
手紙が挟まれている。僕の愛しいアルマへ、この手紙が届いたということは僕にとって喜ばしいことでもあり、そして悲しむべきことでもある。あのサングラス野郎のせいでウェスカーが君と電話で話すことすらできなかった。アルマ、どうか落ち着いてこの手紙を読んでほしい。僕がある製薬会社の研究所にスカウトされそこに移ったことは前に話したと思う。実は先月その研究所で事故が起こって、研究中のウイルスが漏れ出してしまったんだ。ウイルスに感染した僕の同僚はみんな死んでしまった。いや、正確には死んでいないかもしれない。なぜなら彼らは今にも歩き回ることができるし、現に何人かが今僕の部屋のドアを叩いてる。あー、こういうのやめて、怖いわ。想像できちゃうから怖いわ。でも彼らの瞳にもはや知性の光はない。あの呪われたウイルスは人間の脳から人間らしさのすべて、愛も喜びも恐れもジョークも永久に消し去ってしまうんだ。そしてアルマ、君と過ごした日々さえ、そうなんだ、僕は感染している。あらゆる手を尽くしてみたが、症状の進行を数日遅らせるのがやっとだった。君が僕の中で日に日に失われていくのが僕には何より耐えられない。だから僕はこのまま生ける屍になるよりも安らかな死を選んだ。1時間後には僕は二度と目覚めることのない眠りについている。自殺すんのかな。君がこの僕の決断を分かってくれることを切に願う。さようなら。君を永遠に愛する。マーチン・クラックホーン。マーチン、自殺したんだね。この部屋で自殺したのかな。ならこの部屋にこう復活ゾンビとして現れるみたいな、そういうことは。白衣があるね。研究用の白衣がかけてある。薬品の匂いが染みついている。これを調べましょうか。気持ち悪いんだよ虫。釣りに使う、あ、ルアーか。こっちにもなんかあるよ。いや、気持ち悪いんだよこれ。これ以上持てませんって。昆虫標本。あ、標本の下にスイッチがある。え、いやいや、押したらさ、押したらなんかマーチンだっけ、さっきの人がこう復活してわーってくるんじゃないの。いや、これ、いや、ちょっと、水槽から生き物の匂いがする。何を飼育していたのだろうか。あ、水槽の中の生き物をさっきの釣り針で釣るんじゃないかな。いやー、ちょっと今適当なこと言ったら。いやー、ただここにルアーがあるってことは、今度この部屋に来るときは釣り針もセットで持ってきた方が良さそうですね。一旦出ましょう。一旦ここ出て、ま、あの、レベッカのとこに荷物置いてさ、もう、良くない今日。今日短いけど、良くない？いいよね。いや、どうせ戻るんなら、下から行くか。うん。なんだこれ。右の部屋に弾丸を置いておく。私は先に行って、脱出経路を探す。ウェスカー。ウェスカーが、弾薬を置いてくれてるんですけど、あ、そっか、ここにアイテムボックス。あー、結構あるじゃん、結構あるじゃん。アイテムボックスに全部入れとこう。あ、ルアーとかもさっきのも全部持ってこれんな。あー、いいな。うん、こういうなんかさ、気味の悪いものとか全部こう、置いてっちゃおう。回復アイテムもいらないね。ナイフもいらない。釣り針も一旦、置いておこうか。で、ここのものも拾って、あ、こういう一回来た場所に、あの別の生存者が来る可能性もあるから、もしかしたらあのレベッカの部屋にジルがいるとかそういうこともあるかもね。救急スプレー、あ、救急スプレーは重ねられないんだね。ショットガンの弾、そういえばショットガンの弾とかもなんかどっかに落ちてた気がするんだよな。あ、やばい、もうやばいな。またお腹痛くなってきたもん。これまたお腹痛くなってきたよ。いや、もう今日はちょっと、あんま良くない日かな？あんまちょっと、うん、もう一回トイレ行こうかな。うん、もう一回トイレ行ってくるわ。はい。
お待たせしました。ということで、おお、ルアー取ってこようぜ。なんか絶対にこれあれだよね、びっくりとかじゃなく悪いもん食ったよね。なんか絶対食べ物が悪いわこれは。チロリロリロ、待って、こっちのルアー取る前にさ、だってね、あのルアーとか取った瞬間に中で死んだやつが復活ゾンビになって飛び出してきたら、俺本当にお腹だけじゃなくて心臓がキュッてなって痛くなっちゃうから、こっちだね。そう、こっちを取りまして、さて参りましょうか。ここだね。よし、頼むから。ほんと、うわー、びっくりした、水槽の音びっくりした。容器に虫の死骸がたくさん入ってる。金も鍵付きのケースが開いてる。中には生物学のレポートが入ってる。まずこっちで、こっちだね。蜂の標本取りました。ルアーが並んでると。蜂のルアー、あ、ルアーと標本が逆になってんだ。昆虫標本が飾られてる。で、このスイッチ多分ね、いや、これ並べ替えてからの方がいいと思うわ。ちゃんとこっちがルアー並んでるとこだから、蜂のルアーをこっちに使いましょう。かけました。で、蜂の標本、虫の標本がついてる方に蜂の標本をつけてあげて、飾られてるスイッチを押しましょう。何も来んない。あれ？違うのかな？いやー、なんか余計なことしたみたいになってるじゃん俺が。あー、そっか、釣り針だよね。そっか、ごめん、一旦戻るわ。蜂のルアーには多分針がついてないんじゃないかな。蜂のルアー、針ついてないんじゃないかな。針はついてね。ほらほらほら、ビンゴだね。そしてよく見るとハンドガンのマガジンも置いてあるじゃん。ちょっとすごく収納スペースがかなりきつくなってきてんだけど。で、釣り針はどこに置いたかな。あったね。で、ハンドガンのマガジンは一応持っておく。一応だから使わないよ多分。で、組み合わせ、はい、オッケー。これで蜂のルアーが完成しました。よし、やるぞ。ただ絶対にあの天井からゾンビ降ってきそうなんだよね。天井からさっきの遺書書いたゾンビがボトッと降ってきそうなんで注意して。マジでやばいな、怖いな。あー、取りません、取りません。はい、昆虫標本が飾られてる。よし、スイッチ押すよ。押した。なんかある。でかっ。いやいや、取って取って。ウィンドクレスト。ちょっと蜂すごいでかかったね。いや、もう二度と来ないわここ。キモ、蜂キモ。いや、キモ。いや、怖っ。あの、スズメバチに刺されたことある？ほら、なんかアナフィラキシーショックとか、ほら、2回刺されると、2回目は、アナフィラキシーショックっていう、なんかアレルギー症状で、大変なことになるらしいじゃん。
で、なんか一回刺された人ってなんかもうリーチかかってるみたいな、そういうプレッシャーあるよね。それもまた怖えな、ホラーだね。そういう怖さもあるね。もしこのクリスが一回刺されてた人だったらもうやばいよね。さっきの状態は本当死の淵だよ。ということで今回はここでセーブしましょうか。ごめんなさいね、レベッカのとこまで戻りたいけどなんか怖くて戻れないわ。それとも戻った方いい？頑張って戻っちゃう？いや、まだこの辺ちょっと探索したいよね。次回ここを中心に探索したいからここでセーブとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それでは、さようなら。バイバイ。